どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です、えー、本日もこのコーナーでは本日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますまたこの動画朗読動画となっております、えー、温泉コンテンツとして楽しみたい方は、えー、画面を見ずともお楽しみいただけますそしてすぐに本編をご覧になりたい方は内容欄からスキップすることができますのでそちらご利用ください さて、えー、本日朗読していくのは岡本喜道はですね1872年生まれ1939年没の日本の劇作家小説家となっております。岡本喜道の代表作にですね「聖夜道祈願」っていうものがあるんですけれども、えー、それはですね 聖夜道というところに集められてで集められた人たちが一人一人こう自分の体験したえ怪奇的な出来事をえ語っていくっていうスタイルのまあオムニバス形式っていうんですかね1話ごとにこう区切られた怪談集みたいな形になってるんですけどえこの「既存の旅人」はその続編にあたる 異様の怪談集』『近代異様編』っていうものに収録されてましてえ同じようなスタイルが取られています。まずえ何とかくんが語るだいたいここアルファベットでえ埋められてるんですけどまあ A くんとか B くんとかね何とかくんが語るっていう語り出しで始まってえ物語が進んでいくという形になっておりますえ岡本起動独特の世界をお楽しみいいただければ幸いです。 それでは改めまして本日朗読していくのは岡本喜道作基礎の旅人ですそれでは本編をどうぞ岡本喜道『基礎の旅人 1T 君は語るその頃の軽井沢はさびれきっていましたよそれは明治24年の秋であの辺も水位の絶頂であったらしい何しろ昔の中山道の宿場がすっかりさびれてしまって土地には何にも産物はないしほとんどもう立ち行かないことになっていて 他の土地へ立ちのくも,のもある。私も親父と一緒に横川で汽車を降りて薄い峠の弓道をガタバシャに揺られながら登って降りて荒涼たる軽井沢の宿に着いた時には実に心細いくらい寂しかったものですそれが今日はどうでしょうまるで世界が変わったように開けてしまいました その当時私たちが泊まった宿屋は何しろ1泊25銭というのだから大抵想像がつきましょうその宿屋も今ではなんとかホテルという素晴らしい大建物になっています一体そんなところへ何しに行ったのかというとつまり妙義から薄いのもみじを見物しようという 親父のの風流心から出発したのですが、妙義でいい加減に疲れてしまったので薄いの方はガタバシャに乗りましたが山道で二三度危なくひっくり返されそうになったのには驚きましたよ私は一向面白くなかったが親父は静かでいいとか言うのでその軽井沢の大きい薄暗い部屋に4日ばかり登留していました。 考えてみるとずいぶん物好きですすると2日目は朝から雨がびしょびしょ降る10月の末だから信州のここらは急に寒くなる親父と私とは宿屋の店に切ってある大きい炉の前に座って宿の亭主を相手に土地の話などを聞いていると やがて日の暮れかかる頃にもう50近い大男がずっと入ってきましたその男の商売はそまで5年ばかり木曽の方へ行っていたがさびれた故郷でもやはり懐かしいと見えてこの夏の初めからここへ帰ってきたのだそうです我々も退屈しているところだからその男を炉のそばへ呼び上げて いろいろの話を聞いたりしているうちにそまの男が木曽の山奥にいた時の話を始めました「あんな山奥にいたら時々には恐ろしいことがありましたろうね」と年の若い私は一種の好奇心にそそられて聞きましたさあ山奥だって 格別に変わりありあませんよ。と彼は案外平気で答えました恐ろしいのは大嵐ぐらいのものですよ漁師は時々に得手者にからかわれるといいますがね得手者とは何ですなんだかわかりませんまあ 猿の甲羅を経たものだとか言いますが、誰も正体を見たものはありません。まあ、早く言うと、そこに一羽のカモが歩いている。はて珍しいというので、それを取ろうとすると、カモメは人をじらすようについと逃げる。こっちは焦ってまた追っていく。それが、 他の者のには何にも見えないで漁師は空を追っていくんですその時に他のものが大きい声で「そら得手者だぞ気をつけろ!」と怒鳴ってやると漁師も初めて気がつくんです最初から何にもいるのじゃないのでその漁師の目にだけ そんんなものが見えるんです。それですから木曽の山奥へ入る漁師は決して一人で行きませんきっと二人か三人連れて行くことにしていますある時にはこんなこともあったそうです山奥へ入った二人の漁師が谷川の水を汲んで飯を炊いて もう蒸れた自分だろうと思ってその一人が釜の蓋を開けると釜の中から女の大きい首がぬっと出たんですその領主は慌てて釜の蓋をして上からしっかり押さえながら「えて者だえて者だ早くぶっぱらへと」怒なりますと 連れの漁師はすぐに鉄砲を取ってどこをあてともなしに23発続けうちに撃ちましたそれから釜の蓋を開けると女の首はもう見えませんでしたまあこういう類いのことを得手者の仕業だというんですが その得手物に出会う者は漁師仲間に限っていて、そまごやなどでは一度もそんな目に遭ったことはありませんよ。彼は太いキセルでたばこをスパスパとくゆらしながら澄まし込んでいるので私は失望しました。寂しく衰えた古い宿屋で募集の寒い雨が悔やみなしに降っているゆうべ。 深山の奥に久しく住んでいた男から何かの怪しい物語を聞き出そうとしたその期待は見事に裏切られてしまったのですそれでも私はねだるようにしつこく聞きましたしかし5年もそんな山奥にいては一度や二度は何か変わったこともあったでしょういや お前さん方は慣れているから何とも思わなくっても他の者のが聞いたら珍しいことや不思議なことがさあ。と彼はソ田の煙が目にしみたように眉をしわめましたなるほど考えてみると長い間に一度や二度は変わったこともありましたよ。 その中でもたった一度なんだかわからずに薄気味の悪かったことがありました何その時は別に何とも思わなかったのですが後で考えるとなんだか気味がよくありませんでしたあれはどういうわけですかね彼は十兵衛という男でその頃六つの という男の子と二人きりで木曽の山奥のそま小屋に寂しく暮らしていましたそこは御嶽山に登る黒沢口からさらに一里ほどの奥に引っ込んでいるので登山者も合力もめったに姿を見せなかったそうですさてこれからがお話の本門と思ってください お父さん怖いよ今までおとなしく遊んでいた太吉が急に顔の色を変えて父の膝に取りついた親一人子一人でこの山奥に年中暮らしているのであるから寂しいのには慣れている猿やイノシシを友達のように思っている小屋を吹き飛ばすような大嵐も 山が崩れるような大雷もめったにこの少年を驚かすほどのことはなかったそれが今日に限って顔色を変えて震えて騒ぐ父はその頭をなでながら優しく言い聞かせた「何が怖いお父さんはここにいるから大丈夫だ」 だって、怖いよお父さん。よ虫わむしめ何が怖いんだそんな怖いものがどこにいると父の声は少し荒くなったあれあんな声がタキが指さす向こうの森の奥大きいモミやツガの茂みに隠れてなんだか 歌うような悲しい声が切れ切れに聞こえた9月末の夕日はいつか遠い峰に沈んで木の間から漏れる湖のような薄青い空には三日月の淡い影が白金の小舟のように浮かんでいた「バカめ」と父はあざ笑った あれがなんで怖いものか。日が暮れて里へ帰る木こりか、漁師が歌っているんだ。い,いえ、そうじゃないよ。怖い、怖い。ええ、うるさい野郎だ。そんな育児なしで、こんなところに住んでいられるか。そんな弱虫で男になれるか。叱りつけられて、滝地はたちまちすくんでしまったが、 やはり恐ろしさはやまないと見えて小屋の隅の方に入り込んで小さくなっていた十兵衛も元来は小煩悩の男であるが自分の頑丈に引き比べて我が子の臆病がひどく尺に触った「いやいやい何だってそんなに小さくなっているんだここは俺たちの家だ誰が来たって怖いことはねえ」 もっと大きくなって威張っていろ田吉は黙って相変わらず小さくなっているので父はいよいよ尺に触ったがさすがに我が子を殴りつけるほどの理由も見いだせないのでただいまいましそうに舌打ちしたしようのねえバカ野郎だおよそ世の中に怖いものなぞあるものかさあ天狗でも 山の神でも、えて者でも、なんでもここへ出てきてみろ、みんな俺がたたき殴ってやるから。我が子の臆病を励ますためと、また二つには、ただ何がしに尺に触ってたまらないのとで、彼はたき火の太い枝を取って、火のついたままでむやみに振り回しながら、相手があらばひとちといったような剣幕で、 小屋の入り口へつかつかとかと駆け出した。出ると外には人が立っていて出会い頭に十兵衛の振り回す火の粉はその人の顔にバラバラと飛び散った相手も驚いたであろうが十兵衛も驚いた両方がしばらく黙ってにらみ合っていたがやがて相手は高く笑った。 こっちも思わず笑いだしたどうもとんだ失礼をいたしましたいやどうしましてと相手に会釈し,した私こそ突然にお邪魔をしてすみません実は朝から山越しをしてくたびれきっているもんですから少年を恐れさせた怪しい歌の主はこの旅人であった 夏でも寒いとうたわれている木曽の御岳の山中に行きくれて彼はその疲れた足を休めるためにこのたき火の煙を望んで訪ねてきたのであろう疲労を忘れるがためにうたったのである火を慕うがために訪ねてきたのであるこれは旅人の習いで不思議はないこの小屋は ここらの一軒家であるから、きこりや漁師がたばこ休みに来ることもある、道に迷った旅人が湯をもらいに来ることもある、そんなことは頼み珍しくもないので、親切な十兵衛は、この旅人も快く迎え入れて、生木のいぶるたき火の前に座らせた。旅人は、まだ二十四五くらいの若い男で、 色の少し青ざめた頬の痩せて尖ったしかも丸い目は愛嬌に富んでいる優しげな人物であった頭にはつばの広い薄茶の中折れ棒をかぶって爪襟ではあるがさのみ見苦しくない島の洋服を着て短いズボンにキャハンわらじという身軽のいでたちで肩には学校生徒のような 茶色の雑納をかけていた。見たところご両輪を見聞に来た県庁のお役人か悪く言えば地方行商の薬売りかまずそんなところであろうと十兵衛はひそかに寝踏みをしたこういう場合に主人が旅人に対する質問は昔からの紋切り型であった。 お前さんはどっちの方から来なすった福島の方からこれからどっちへ御嶽を越して飛騨の方へこんなことを言っているうちに日も暮れてしまったらしい明かりのない小屋の中は燃え上がる焚き火に薄赤く照らされて十兵衛の四角ばった顔と旅人のとがった顔とが 渦巻く煙の間からぼんやりと浮いて見えた2おかげさまでだいぶ暖かくなりました。と旅人は言ったまだ9月の末だというのにここらはなかなか冷えますね。夜になると冷えてきますよ。何しろ 駒ヶ岳では8月に凍え死んだ人があるくらいですからと十兵衛はたき火に木の枝をくべながら答えたそれを聞いただけでもうすら寒くなったように旅人は洋服の襟をすくめながらうなずいたこの人が来てからおよそ半時間ほどになろうがその間にかの滝地は子供に追い詰められた石狩のように 隅の方に小さくなったままで身動きもしなかったが彼はいつまでも隠れているわけにはいかなかった彼はとうとう自分の恐れている人に見つけられてしまったおお子ども衆がいるんですね薄暗いのでさっきからちっとも気がつきませんでしたそんならここにいいものがあります 彼は首にかけた雑能の口を開けて新聞紙に包んだ竹の皮包みを取り出した中にはのり巻きのすしがたくさん入っていた山古しをするには腹が減るといけないと思って食い物をたくさん買い込んできたのですがそうも食えないものでごらんなさいまだこっちにもこんなものがあるんです。 もう一つの竹の皮包みには食い残しの握り飯と刻みスルメのようなものが入っていたまあこれを子供衆にあげてくださいここらに年中住んでいるものではどり巻きの寿司でもなかなか珍しい十兵衛は喜んでその贈り物を受け取ったおい太吉お客人がこんないいものをくだすったぞ。 くてをいつもならばニコニコして飛び出してくるタキシが今夜はなぜか振り向いても見なかった彼は目に見えない恐ろしい手につかまれたように硬くなったままですくんでいたさっきからの一件もありかつは客人の手前もあり十兵衛はどうしても小言を言わないわけにはいかなかった いやい、何をぐずぐずしているんだ早く来いこっちへ出て来いはい。と、滝きはかすかに答えた。はいじゃねえ早く来いと、父は怒鳴った。お客人に失礼だぞ早く来い来ねえか 気の短い父はありあう生きの枝を取って我が子の背にたたきつけた。あ、危ない怪我でもするといけないと旅人は慌ててさえぎった。何言うことを聞かないときにはいつでも引っ張たくんです。さあ、やろう来いもうこうなっては仕方がない。たきちは 穴から出る蛇のように小さい体をいよいよ小さくして父の後ろへそっとはいよってきた十兵衛はその目先へ竹の皮包みを開いて突きつけると赤い生姜は青黒い海苔を彩って子どもの目にはさもうまそうに見えた「それ見ろうまそうだろうお礼を言って早く食え」は、 父の後ろに隠れたままでやはり黙っていた早くおあがんなさいと旅人も笑いながら進めたその声を聞くと太吉はまた震えたさながら物に襲われたように父の背中にひしとしがみついてしばらくは息もしなかった彼はなぜ 「そんなにこの旅人を恐れるのであろう」「子供にはありがちの人見知りかとも思われるが多吉は平然そんなに弱い子供ではなかった」「ことに人里の遠いところに育ったので非常に人を恋しがる方であった」「きこりでも漁師でもあるいは見知らぬ旅人でも一度この小屋へ足を入れたものは みんな小さい多吉の友達であったどんな人に出会っても多吉はなれなれしくおじさんと呼んでいたそれが今夜に限って普通の武人尊を通り越してひどくその人を嫌って恐れているらしい相手が子どもであるから旅人は別に気にも留めないらしかったがその平いを知っている父は 一種の不思議を感じないわけにはいかなかったなぜ食わないせっかくうまいものを下すったのになぜ早くいただかないバカなやつだいやそうお叱りなさるな子供というものはその時の調子でひょいとこじれることがあるもんですよまあ後で食べさせたらいいでしょうと旅人は 笑いふくんでなだめるように言ったお前が食べなければお父さんがみんな食べてしまうぞいいか父が見返って尋ねると太吉はわずかにうなずいた十兵衛はそばの切り株の上に皮包みを広げてさびた鉄の棒のような海苔のり巻きのすしを瞬く間に五六本も頬張ってしまった それから薬膳の熱い湯をついで客にもすすめ自分もガブガブ飲んだ時にどうですお前さんはお酒を飲みますかねと旅人は笑いながらまた聞いた酒ですか飲みますとも大好きですがこういう世の中にいちゃ不自由ですよそれじゃあ こここにこんなものがあります。旅人は雑能を開けて大きい瓶詰めの酒を出してみせた「あ酒ですね」と十兵衛の口からはよだれが出た「どうです寒さしのぎに一杯やったら」「結構ですすぐに看護しましょう」「ええ邪魔だ!」 どかねえか。ねえ自分の背中にこすりついている我が子を突きのけて十兵衛は傍らの棚から忙しそうにとっくりを取り出したそれからたき火に枝を加えて瓶の酒をとっくりに移した父に振り離された太吉は猿ひきに捨てられた小猿のようにうろうろしていたが煙の間から旅人の顔を見ると またたちまち震え上がってむしろの上にうつぶししたままで再び顔を上げなかったこんばんは十兵衛どんいるかね外から声をかけるものがある十兵衛と同じ年頃の漁師で大きい黒い犬をひいていた八七どんか入るがいいよ。 呪兵衛は勘の支度をしながら答えた「誰か客人がいるようだね」と屋敷は肩にした鉄砲を下ろして小屋へ一足踏み込もうとすると黒い犬は何を見たのかわずかにうなり始めた「なんだなんだここは」 おなじみの十兵衛殿の家だぞ。はっ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 はやしちはわらいながらしかったが犬はなかなかしずまりそうにもなかった。よつあしのつめを土にくいいるようにふんばって耳を立て目を怒らせてしきりにすさまじいうなり声をあげていた。くろめ何をほえるんだしし 十ューもうちからしかった。やしちはたき火の前へ寄ってきて旅人にあいさつした。犬は相変わらず小屋の外にうなっていた。おまえいいところへ来たよ。実は今このお客人にこういうものをもらってのう。と十ューは自慢らしくかのとっくりを振ってみせた。いや。 酒のごちそうがあるのか。なるほど。運がいいのう。旦那、どうもありがとうございます。いや、お礼を言われるほどにたくさんもないのですが、まあ、寒さしのぎに飲んでください。食い残りで失礼ですけれど、これでも魚にして。旅人は、包みの握り飯と、刻みスルメとを出した。 のり巻もまだいくつか残っている酒に目のない十兵衛とやし七とは遠慮なしに飲んで食ったまだ酔いながら山奥の夜は静かでただ折々りりに峰を渡る山風が大波の打ち寄せるように聞こえるばかりであった酒は佐野見の定酒というでもなかったが 地酒を飲み慣れているこの2人には上々の甘露であった自分たちばかりが飲んでいるのもさすがに決まりが悪いので折々には旅人にも茶わんをさしたが相手はいつも笑ってかぶりを振っていた小屋の外では犬が待ちかねているように吠え続けていた「騒々しいやつだのう」 はつぶやつめ腹が減っているのだろうこの握り飯を一つ分けてやろうか彼は握り飯を取って軽く投げると戸の外までは転げ出さないで入り口の土間に落ちて止まった犬は食い物を見て入り口へ首を突っ込んだが旅人の顔を見るやいなや にわかに狂うようにほえたけって鋭い牙をむき出して飛びかかろうとしたしし十兵衛もしちも叱って追いのけようとしたが犬はつきものでもしたようにいよいよ狂いたってたき火の前に踊り込んできた旅人はやはり黙ってにらんでいた「こわいよー!」。 と滝は泣き出した。犬はますます吠え狂った子供は泣く犬は吠える狭い小屋の中は乱脈である客人の手前あまり気の毒になってきたので無頓着の十兵衛も少し顔をしかめた仕様がねえ八七お前はもう犬を引っ張って帰れよ。 うん、長いをするとかえってお邪魔だ。八七は旅人に行くたびか礼を言って早々に犬を追い立てて出た。と思うと彼は小戻りをして十兵衛を表へ呼び出した。どうも不思議なことがある。と彼は十兵衛にささやいた今夜の客人は。 えじゃねえかしら。バカを言ええて者が酒や寿司を振る舞ってくれるものかと十兵衛はあざ笑ったそれもそうだがと八七はまだ首をひねっていた俺たちの目には何にも見えねえがこの黒目の目には 何かおかしいものが見えるんじゃねえかしらこいつ人間よりよっぽど利口なやつだからのう。やしちのひいている熊のような黒犬がすぐれて利口なことは十兵衛もふだんからよく知っていた。黒はたき火のそばに転がっていながらすぐに悟って追いかけてとうとう彼をかみ殺したこともある。 その黒が今夜の客に向かって激しく吠えかかるのは何か司祭があるかもしれない。我が子がしきりにかの旅人を恐れていることも思い合わされて十兵衛もなんだか嫌な心持ちになった。だってあれがまさかに得手者じゃあるめ。俺もそう思うがのう。 七はまだふにおちないようなかおをしていた「どうかんがえても黒目がむやみにあのきゃくじんにほえつくのがおかしい」「どうもただごとでねえようにおもわれる」「ためしにいっぱつぶっぱなしてみようか」そういいながらかれはてっぽうをとりなおして その筒音は辺りにこだまして森のねどりが驚いて立った十兵衛はそっと引っ返して中をのぞくと旅人はちっとも形を崩さないでやはりたき火の煙の前におとなしく座っていた「どうもしねえか?と」とし七は小声で聞いた。 おかしいのうじゃあまあしかたがねえ俺はこれで帰るからあと気をつけるがいいぜまだほえやまない犬を追い立ててやしちはふもとのほうへ下っていった3 今までは何の気もつかなかったが八七に脅されてから十兵衛もなんだか薄気味悪くなってきたまさかにえて者でもあるまいこう思いながらも彼はかの旅人に対して今までのような親しみを持つことができなくなった彼は黙って中へ引っ返すと旅人は彼に聞いた 今のの鉄砲の音は何ですか。漁師が脅しに打ったんですよ脅しに心得は時々に得手者が出ますからね畜生の分際で人間をバカにしようとしたってそりゃあダメですよと十兵衛は探るように相手の顔を見ると彼は平気で聞いていた 得てものとは何です猿ですかそうでしょうよいくら凍らへたって人間にはかないませんやこう言っているうちにも十兵衛はそこにある大きいなたに目をやった「諏訪」と言ったらその大なたで相手の真っ向をくらわしてやろうとひそかに身構えをしたがそれが 相手にはちっとも感じないらしいので十兵衛も少し張り合い抜けがした得手者の疑いもだんだんに薄れてきて彼はやはり普通の旅人であろうと十兵衛は思い返したしかしそれもつかの間で旅人はまたこんなことを言いだした「これから山越しをするのも難儀ですからどうでしょう 今夜はここに泊めてくださるわけにはいきますまいか十兵衛は返事に困った1時間前の彼であったらば無論に快く承知したにそう言いなかったが今となってはその返事に躊躇したよもやとは思うもののなんだか暗い影を帯びているようなこの旅人を自分の小屋に明日まで泊めておく気になれなかった 彼は気の毒そうに断ったせっかくですがそれはどうもいけませんか思いなしか旅人の瞳は鋭く光った愛嬌に富んでいる彼の目がにわかに獣のように険しく変わった十兵衛はぞっとしながらも重ねて断った 何分知らない人を止めると警察でやかましゅうございますからそうですかと旅人はあざけるように笑いながらうなずいたその顔がまたなんとなく薄気味悪かったたき火がだんだんに弱くなってきたが十兵衛はもう新しい枝をくべようとはしなかった 暗い峰から吹き下ろす山風が小屋の戸をぐらぐらと揺すってどこやらで猿の声が聞こえた滝吉はさっきからむしろをかぶって隅の方にすくんでいた十兵衛も言い知れない恐怖にとらわれて再びこの旅人を疑うようになってきた彼は努めて勇気を振り起こして この不気味な旅人を追い出そうとした何しろいつまでもこうしていちゃ夜が更けるばかりですから福島の方へ引っ返すかそれとも黒沢口から夜通しで登るか早くどっちかにした方がいいでしょうそうですかと旅人はまた笑った消えかかったたき火の光に 薄明るく照らされている彼の青ざめた顔はどうしてもこの世の人間とは思われなかったので十兵衛はいよいよたまらなくなったしかしそれは自分の臆病な目がそうした不思議を見せるのかもしれないと彼はそこにあるナタを手にかけようとして幾度か躊躇しているうちに「旅人は」 思い切ったように立ち上がったでは福島の方へ引っ返しましょうそして明日は合力を雇って登りましょうそうなさいそれが無事ですよどうもお邪魔をしましたいえ私こそごちそうになりましたと十兵衛は 気の毒が半分と憎いが半分とで丁寧に挨拶しながら入り口まで送り出した「本当の旅人ならば気の毒である」「人を騙そうとする得手者ならば憎いやつである」「どっちにも片付かない不安な心持ちで彼は旅人の後ろ陰が大きい闇に包まれていくのを 「おとっさんあの人はどこかへ行ってしまったかい?と」と多吉は生き返ったように灰を着てきた「怖い人が行ってしまっていいねなぜあの人がそんなに怖かった?と」と十兵衛は我が子に聞いた。 あの人きっとお化けだよ。人間じゃないよどうしておばけだと分かったそれに対して詳しい説明を与えるほどの知識を多千は持っていなかったが彼はしきりにかの旅人がおばけであると震えながら主張していた十兵衛はまだ半信半疑であった何しろ もう寝よう十兵衛は表の戸を閉めようとするところへ合わせの筒袖でわらじがけの男がまた入ってきた今ここへ2十4 5の洋服を着た男は来なかったかね参りましたどっちへ行った教えられた方角を指してその男は急いで出て行ったかと思うと 兆先の森の中でたちまち鉄砲の音が続いて聞こえた十兵衛はすぐに出てみたがその音は23発でやんでしまった前の旅人と今の男との間に何かの相当が起こったのではあるまいかと彼は不安ながらに立っているとやがて筒袖の男が慌ただしく引っ返してきた ちょいと手を貸してくれけが人がある男と一緒にかけていくと森の中にはかの旅人が倒れていた彼は片手にピストルをつかんでいたその旅人は何者なんですと私は聞いた何でも。 甲府の人間だそうですと十兵衛さんは説明してくれましたそれから1週間ほど前に諏訪の温泉宿に泊まっていた若い男と女があって宿の女中の話によると女は青い顔をして毎日しくしく泣いているのを男はなんだか叱ったり脅したりしている様子が どうしても女の方では嫌がっているのを男が無理に連れ出してきたものらしいということでした。それでも登竜中は別に変わったこともなかったのですがそこを出てからどこでどうされたのかその女が顔から胸へかけて ずたずたにむごたらしく切り刻まれて道端に放り出されているのを見つけ出したものがある無論にその連れの男に疑いがかかって警察の探偵が木曽路の方まで追い込んできたのですするとその後から来た筒袖の男がその探偵なんですねそうです 前の洋服がその女殺しの犯人だったのです。とうとう追い詰められて、ピストルで探偵を2発撃ったが当たらないので、もうこれまでと思ったらしく、今度は自分の喉を撃って死んでしまったのです。親父と私とは顔を見合わせてしばらく黙っていると。 宿の亭主が口を出しましまたじゃあその男の後ろには女の幽霊でもついていたのかね子供や犬がそんなに騒いだのを見るとそれだからねと十兵衛さんは司祭らしく息を飲み込んだ俺も急にゾッとしたよいや 俺には全く何にも見えなかった。屋敷にも見えなかったそうだ。が子供は震えて怖がる。犬は気違いのようになって吠える。何か変なことがあったにそういない。そりゃあそうでしょう。大人にわからないことでも子供にはわかる。 人間にわからないことでも他の動物にはわかるかもしれない」と親父は言いました私もそうだろうかと思いましたしかし彼らを恐れさせたのはその旅人の背負っている重い罪の影かあるいは殺された女のものすごい姿か確かに判断がつかない どっちにしても私は後ろが見られるような心持ちがしてだんだんに親父のそばへ寄っていったちょうどかの滝吉という子供が父に取りついたように「今でもあの時のことを考えると心持ちがよくありませんよ」と 呪兵衛さんはまた言いました外には暗い雨が降り続けている亭主は黙って炉にそだをくべましたその夜の情景は今でもありありと私の頭に残っています